未信とは、近代以前の日本において、年貢、くじ、夫役などの付加された租税を納入しないこと、またその未納物そのものを指す。領主側は当然未信を容認することはなく、当初は、不死と呼ばれる、特色の死者を派遣して、納付を促すなどの措置を取るが、それでも拉致が開かないと判断された場合には、武力によって納付を強要するか、実際に納付するものがなければ、 火災や時には、祭祀、牛馬を差し押さえた。また、カスガ社、幸福事業のように親木を電磁に立てて、新罰、仏罰の威嚇によって、心理的に圧力をかけた例もある。なお、中世には、未新聞に利息が付けられる場合があり、特性一揆の際にその取り消しを求められる場合も、あった。さらに土地が重層的な支配構造になっている場合、 一族や在地領主による未審の分を、総領や預かり所が、省縁領主などに建て替え納付を行った場合には、後者は建て替え分を前者による債務とみなして、訴訟を起こすことがあった。鎌倉幕府の事例では、御成敗式目第5条に従って3年以内に、弁裁をしなければその書式を没収する、決壊法、期限を定めない者の,の未審額と同額の利息をつける。 大学弁償法、未信者の下地を分割する、下地分与法が存在したことが知られている。江戸時代には5人組、村受け制の制度によって、未信を地域の連帯責任化を図って領主に、所定の年貢が入ることを優先したが、個々の農民が全く納付しない場合には、未信より重い、不納とみなして、土地を没収してその地を、村創作としたが、 三年以上開催できない場合には、土地を一時的に、小作地化して、未新聞を納付の後に変換した。伊原家佐尾、中世の年組みと、売学弁償法について、海外造法、中世の年組みと、売学弁償法、伊原、日本中世債務史の研究 ISBN978 から4から13から026230から9。ありがとうございます。